昭和30年代の街頭テレビを再現した、レプリカ街頭テレビは、不特定多数の人が集まる場所に設置され、無料で視聴できるテレビ受像機である、テレビジョン放送及びテレビの普及初期には随所に置かれ、大変な人気を博した。国際プロレスリング大会での力道断線の、放送に群がる市民日本におけるテレビ放送は、1950年11月からの、 定期試験放送期間を経て、1953年2月1日に NHK 東京で、ついで同年8月28日には、日本テレビが本放送を開始した。しかし、当時国内において流通していた、受蔵機は輸入品が多くを占め、当時の会社員の年収数年分に相当する、高額商品でもあり、庶民にはなかなか普及せず、一部のアマチュア無線からが、 テレビキットを元に自作していた。日本テレビは開局当時からコマーシャルを収入源としており、スポンサーを獲得するには、視聴者を一定数確保する必要に迫られていた。そのため、当時の日本テレビ社長、勝利木松太郎は、普及促進とスポンサー獲得のため、キャラバン隊による移動宣伝のほか繁華街、主要鉄道駅、百貨店、 公園など人の集まる場所に受蔵器を常設し、テレビの魅力を直接訴える作戦に打って出た。街頭テレビそのものは試験放送時代からいくつも存在していたが、代々的な展開は日本テレビが最初であり、小さい画面にもかかわらず、特に人気番組のプロレス中継、ボクシング中継、大相撲中継には、監修が殺到した。都内各地に街頭テレビを据えた勝利機は、 台数は少なくても視聴者は多いとアピールしてスポンサーを説得し、結果、開局7ヶ月で黒字化を達成した。1956年12月1日、西日本で初の民放テレビ局として大阪テレビ放送が開局した際にも、大阪市など京阪神の主要都市に街頭テレビを設置し、テレビの普及促進に全力を注いだ。その後、 街頭テレビの大成功に触発される形で民放テレビ局が次々と開局し街頭テレビをさらに普及させた。また放送局のみならず、受蔵機製造メーカーや販売店の側も宣伝目的で競って街頭テレビを設置し自社製品の優位性を訴えた。まもなく白黒テレビは家庭へと普及していき、三種の人器の一つに数えられた。 特に1958年の東京タワー春工とミッチーブームを境に急速に浸透した。そのため街頭テレビは1960年より放送を開始したカラーテレビの普及に目的を転じた。しかし1964年の東京オリンピックをきっかけとしてカラーテレビもまた各家庭に浸透していったため次第に街頭テレビは目的を失い衰退していった。 しかしながら公共の場へのテレビの設置自体は、廃れることはなく、かつてほどの勢いはないものの、その後もメーカーが新製品の宣伝目的として、家電量販店などに設置するなど、街頭テレビに類する存在は、現在もなお続いている。1980年代から2000年代初頭にかけて、ハイビジョンの普及目的で、受蔵機が公共の場所に設置されたこともあった。 大都市圏においては、その地域をサービスエリアとするケーブルテレビ事業者がサービス宣伝の目的で主要駅のコンコースや商業施設の休憩所などに複数のチャンネルが見られるモニターを設けている事例もある。注釈出典、ありがとうございます。